こんにちは。キューピー横地です。今日のエンスタは飛鳥時代の大化の改新についてやっていきます。前回のおさらいですが、前回は1つ目は高知公民選の実施、2つ目は中央集権的行政組織の整備というのがありました。そして今日は3つ目です。3つ目は反転収支法と戸籍計帳の作りです。まあ、戸籍っていうのはこの日本に人間が何人いるのかっていうのをちゃんと、まあ、計帳を作って保管するということですね。今までは本当に日本に何人いるのか分からなかったみたいですね。反転収支法っていうのはその計帳に基づいて、一定の年齢に達したら田んぼをあげます。その田んぼ反転をもらって、なくなったら国に返す収支、それで反転収支法です。これは3つ目でしたね。4つ目は新税制の施行というのをやります。要は税ですよ。税の仕組みを一人一人一定にしようということをやってきました。これで大化の改新、中心は改新の命のりですね。次は覚え方をやっていきたいと思います。はい、今日のキューピー横陣のエンスタは以上です。皆さんチャンネル登録よろしく。